ああ、なんか楽しいことないかな、ワクワクすることないかな。ああ、もっと人生正直に素直にさ生きたいもんやって思ってるあなたに今日はこの動画を届けます。イエーイ、ポピーの秋冬できました。じゃーん、かわいいかわいいかわいい我が子を紹介します。さしてもらいます。今日は愛しの子供たちです。大家族、はあ、これもうほんまに自分がもうお腹の中から生み出したと言っては過言でもない子たちなんよね。何回も何回も修正を重ねて我が子に修正を重ねたんですけど、ようやく出来上がりました。バキュン。今日は今から可愛いお洋服を紹介するところなんですけど、ちょっと私の話を聞いてください。ちょっとこれ聞いてほしいことがあって、まあ、まず私ポピーっていうオリジナルのお洋服のブランドやってるんやけど、名前はヘンテコポップっていう名前でもやっとって、今で合計 4、5回目。実は私こんなポップなお洋服着てるけど、昔はね自分の好きなものとか人と違うもの、個性のあるものを身につけることがちょっとなんかしんどいなって思う時期もあったわけ。っていうのも私学生の頃とか周りのみんなはほんまになんか系統違いすぎて、うちの周りの友達、美しいクールな大人な女の子たちが多くて、自分の好きなものを共感し合えなかったりとかしてんな。でなんか自分だけがこの服可愛いと思ってるけど、みんなとなんか違うなって思ったり、なんかすごい派手ですねみたいな感じで言ってもらえることがなんかあんまり嬉しくなくて、なかった時もあってんな。でも今なら言える。なんかこうやっていろんな人とネットを通じてインターネットが広がったことでさ、あ、これ可愛いですねとか、好きなものが同じ人同士がさこう出会って、え、可愛いですよね、私もこれ好きなんですよねみたいなのを言い合える機会も増えて、私はどんどん自分のファッションとかに自信を持ち始められて楽しいって思えてきたから、今はほんまにこれだけは言える。自分のワクワクが一番大事やなって。だってさ、世界にさ一人ぼっちやったらさ、自分が一人しかおらんかったら誰とも比べへんし、私ってこれどう思われるかなとか、そんな風なのも考えへんやんか。だから自分の人生はもう自分一人の人生やって思ったら、世界に一人ぼっちなのとほぼ一緒やなって思ってん。そうだから、もう自分は誰と比べるとかもせえへんし、あーもう年齢こうやしな、あ、私の友達はこうやしなとか、もういろんなことに影響されずに、自分が可愛いって思ったらもうやってみようって感じでやってみた。バキュン。あと、なんで私カラフルな、もうちょっともう見えてるけど結構カラフルなお洋服が多いねんな。自分が今着てる服とかも結構ポップで、なんでポップな服を着るんかって言うたら、私色ってすごいパワーを持ってるなって思うねんな。例えばな、こういういろんな色鮮やかな服 ある中で、こう緑の服を着てたら今日はなんだかすごい清々しいグリーンな気分だわとか、黄色の服着てたらなんか今日は愉快な気分だなとか、ピンクのお洋服着てたらなんかキュートな気持ちになってきたとか、同じポジティブな気持ちでもすごい様々な気分が毎日変わるわけ、お洋服で。それってすごくない？自分の毎日をカラーを入れることでガラッガラ変えてくれるから、すごいねワクワクする。毎日同じ気持ちじゃなくていろんな気持ちにさせてくれるから、だから大好きなんよね。っていうのもあって、私ポピーの自分の作ったお洋服はワクワクをなんか追い求めたいなって思ってる人とか、毎日同じじゃなくって毎日毎日違う自分になれるっていうことがすごい楽しいことやなって思う。だから私が作ったものを着てもらいたいなって思う人は、ワクワクしたいなって思ってる人とか、素直にこう自分のこの無邪気な心を大切に思える人だといいなって思ってて、大人にはさなるけどさ、こう無邪気な心をさオープンにすることって難しいやん。私も難しいなって思う。動画とかさ、こういう家で一人でいる時は無邪気な心になれるけど、やっぱり外に出るともう外の世界なので危険はたくさんありますよね。そう、外に出たらやっぱり自分のこの無邪気さはちょっと恥ずかしいって思ったり、しっかりせなって思ったりとかして、なかなか無邪気なままでいれる人なんてすごく少ないと思うけど、でもそんな気持ちを大切にしようって、私はこのこういう自分が素直な正直な自分なんやって大切にしようって思える人とかに私は着てもらいたいなって思ってる。自分にまっすぐな人、
素直な人なので、一緒にワクワクを探す相棒だと思ってもらえたら嬉しいなと思います。自分のさ、毎日とかさ、自分の人生は自分でしか変えられへんけど、でもそんな時に相棒となって一緒にいてくれる、自分を応援してくれるような相棒たちだと思ってもらえたらすごい嬉しいなって思ってる。私もな、自分にな言い聞かせたりしてんねんな。大人の人と喋る時とかはさ、こうなんか結構ガチガチしてるわけ。なんかずっと無邪気な自分ではいられないっていう瞬間は多いからさ、だからさ、いいんだよって、いいんだよ、歌って踊ってもいいし、なんで自分はこんな子供なんやろうって思う気持ちを大切にしていいんだよって自分で言ってる。だからその気持ちをこのお洋服たちに練り込んでます。だから受け取った人が、私はこれでいいんだよなとか、わざわざこう背伸びして大人にならなきゃっていうことをしなくてもいいんだよって思ってもらえたらいいなと思います。で、私が作ったお洋服やねんけど、登場です。私は結構お洋服に丸みとか温かみっていうのを大事にしてる。派手な色味の多いお洋服って結構こう強いイメージが持たれがちやけど、そうじゃなくって、色味とかは結構個性的やけど、強さじゃなくってで、温かさ、柔らかみっていうのが出るようなシルエット作りとかにこだわってる。こう来た時にファッションだけがこうブーンって飛び抜けて、あのなんか浮くんじゃなくって、着てる人本人のなんか無邪気さとかハッピーさが全面的に出るようなお洋服を作ろうと思ってて、で紹介します。まず最初はこちらです。キュン。一番好評なやつからいきます。インスタとかで一番今みんなが狙ってるって言ってくれてんのがこれ、コートです。トレンチとかは作ったことあってんけど、冬のコートは初めて作んねん。チェチェーン、コートです。このコートはもうほんまにできた時震えたで。あのな、赤はこういう風によく見ると細かいチェックになってるのね。で、このパイピングの部分は深い赤。赤もこうパキッとした赤じゃなくって深い赤やから、こういうボタンも深い赤だから結構馴染みしやすいと思う。で、このシルエットなんですけど、このシルエットがまた最高なの。見てくれる？結構ごつめのやつ中に着ても着れる。もうこれはもう涙なしには着れません。じゃーん、これコクーンシルエットになってる。こう下しつぼんでるシルエットになってて、丸みがこう出てるわけで、ポケットがこんなに大きいからもうお弁当箱だって入っちゃう。カバンいらず。でもあんまり重たいもの入れないでくださいね。あの本当にお弁当箱とか入れたらちょっと形がこうぐちゃっと崩れるんで、もうこれもう可愛すぎて一生愛すって感じのコートになりました。見て、コロンってしてて可愛い。それでこれの色違いもあります。これがもうまたね、大人気、超みんなから反応あったやつで、じゃん、ブラウンで黄色のパイピングがしているあるやつ。やっぱり赤はちょっとまだ挑戦できませんっていう人多いと思うけど、この合わせやすい薄いブラウンにこの黄色のこのマスタード黄色がやろ。でな、後ろのシルエットもここタポってしてんねんやんか。わかる？タポってもったりしてるからほんまに可愛いと思う。これ驚きなのが、なんとなんとコートってやっぱりさ、ロングコートは特にさ、小さい背の低い子とかちょっとチャレンジしづらかったと思うねんけど、今回サイズ展開しましたね。しましたねやって、どこの大阪の人。サイズ展開して、じゃん、こっちはひよこさんサイズです。私が着てる方はうさぎさんサイズ。ひよこさんのように背の低い女の子、小さな女の子はこっち来てもらえたらなと思ってる。で、私のような普段 M とか L を着てる女の子はこっちのうさぎさんサイズを着てもらえたらなと。ちょっと失礼。で、次いいですか？いいですよね。次はこちらです。これです。スウェットです。じゃーん。スウェットもすごくあのみんなから反応がよくって、この2色でな、あのこのメロステッチの部分あるやん、ここ。白は全部な、ここステッチの色が違うの。かわいい、かわいいかろ。前回即完売してしまったあのサマーニットの色味をここで使ってます。気づいた？そう、あのサマーニットのあの色を入れてるの。これかわいいやろ。私スウェットとか T シャツとかカジュアルなやつ全然着いひんねんけど、そんな私でも着たいと思うスウェットを作りました。かわいいかろ、かわいいかろ。こんなんで部活行って、やばない？これでさ、休みの日にさ、お友達の家のお家で遊んでみて。もううっとりしちゃうから。え、これでお家デートなんてしてみてよ。かわいいやんね。キュン。
そしたら次はジャケット。ジャケットはこの2種類、どっちからいく？こっちよ。ジャケットはこんな感じ。これもね、パターンから作ったんやけど、ここのこの部分見て、わあ、かわいいかろー。かわいいでしょ、うちの子。本当にかわいいんですよ。成績も優秀でね、習い事もしっかり言って、もう本当にいい子なんですよ。はい、こんな感じ。かわいいやろ。今回のテーマはね、つながりっていうのテーマやね。あ、てかそう、実は全部にこうつながりっていうのをイメージしたものを入れてるんやけど、これに関してはこのフープになってる部分がこう連鎖してつながっていくということですね。あ、これどっちも可愛いけどさ、おすすめはこっち私の個人的なおすすめはこっち。まあ使いやすさとか着回しって考えたら、こっちもかなり使えるし可愛いと思う。ここがレザーになってるから、このプリプリプリっとしたこのシルエットが甘すぎなくて可愛いんですよね。パキュン。ほんだら次はこれインナー、この3種類。あー、かわいすぎ。この3つを紹介します。はい、この3種類です。かわいいやろ。これもメロステッチになっててな、プリプリしてんの。これなんかマスタード色とブラウンやから、使い回しとかすごいしやすいと思う。ちょっと極端の上から着てみるね。じゃーん、かわいい。これな、首の長さ人それぞれやけど、ハイネックすぎひんから、こうなんかこうならへん、高すぎず低すぎずっていうのをこだわった襟の高さ。可愛くない？ここの部分。インナーはね、すっごい使えるから、これ上にいろんなもの合わせて。私が一番好きなのはこの白の、これが一番好きで。でもこっちもこっちもめちゃくちゃお洋服のワンポイントになるし、まあマスタードとかかなり着回ししやすいと思う。それじゃあ次、パキュン。次はこのベロアちゃんです。こんにちは。ベロアがね、やっぱ今年ベロアすごくさ多いけど、可愛いから見て。これはサイズ SML であるからさ、普段着てるサイズで買って。これもまた色3色展開、どうぞ。ピンクにグリーン、イエローとあるんですけども、これ足元の方がすごいおすすめで、見て、可愛いでしょ。裾の部分がこんな感じでプリプリになってんの、かわいい。かわいいかろうもん。どれ合わしてもかわいいってな。これどれが一番好きかって言われたら、もう超難しいけど、まあ私は一番色味の強いグリーンがやっぱり好きかな。でもな、ピンクもこのくすみ濃いピンクかわいいでな。うーん、怪しい。わー、じゃーん、履いてみた。こんな感じで、めっちゃ可愛いやろ。結構ワイドやし、ゴムやから、いろんな体型の人に履いてもらえるかなって思う。めっちゃ可愛いよな。え、庶民やけど、このグリーンと、この下のグリーンの合わせめっちゃ可愛いし。これピンクでも、やばいくらい可愛いよな。もう、安定でさ、安定でこのブラウン、イエローブラウンみたいな感じ。これも、これはもうかなり使い回ししやすいよね。みんなが持ってるスウェットとか、結構上ダボっとした服着る人とかも、これ下可愛いよな。パキン。次はこのスカート、おいで、出番ですよ。じゃーん、グリーンとイエロー。ポケットの色がね、変わっててね、可愛いのよ。あと超使い回ししやすいこれ、このパンツ、この2色とかはどんな服でも合わせやすいような色味やから、まあどんな服でもって言ったらこっちかな。ここにポピーって刺繍がちっちゃく入ってて、割とストレートやけど、下に行くにつれてちょっと広がってるからスタイリッシュに見える。まっすぐやとね、こうダボっとしちゃうけど、かわいい。パキン。次はブラウス。ブラウスはね、ちょっとね、これもパターンから作ったんやけど、この襟のちっちゃさが可愛いの、丸っこくって、なんかミフィーちゃんみたいなイメージ。ちょっともうちょっとシワ伸ばしてから紹介せえって話なんですけど、こんな感じでね、ここギャザーがクシュクシュなってて可愛くって、襟はちっちゃめで、なんかコロンとした女の子に見えるかなって。次はニット。かわいいでしょう。このニットはね、すんごいマシュマロのような気持ちよさなんよね。これもっちもちしてて気持ちくて、すんごい着やすくてかわいい。色味はこっちの方が少し女性らしさ、女の子らしさがあって、こっちはちょっとクールなブルーとかが入ってるから、ちょっとクールな女の子とかでも着れるかなって。あ、この子先から服と被ってますけど、増加なのでお気になさらずに。すごくない？この増加のクオリティやばいよな。すごいよな。
はい、このニットもどっちもめっちゃ可愛いけど、私一人個人の好みやとしたらこっちかな。バカ正直。でもこれももちろん自分が可愛いと思って作ってるんで、こっちも可愛いと思う。普段ちょっとボーイッシュなマニッシュな女の子とかやとこっちが可愛いかなって思います。バキュン。それで次はめちゃくちゃコメントでみんなが褒めてくれた。次はこちらです。じゃーん、これコメントめっちゃ多かった。かわいい。これな、柄がなチェックになっててな、肩のフリフリがめっちゃかわいいねん。見て、色もかわいいやろ。こっちはネイビーとブラウン、どっちも着やすそうな色やんな。襟はねちっちゃめにした。次もバカ正直な。どっちが好きかって聞かれたらむっちゃ難しい。こっちの方がカジュアル女の子って感じで、こっちの方がちょっと綺麗めな感じの印象かなって思います。私個人的にはどっちも好きやけどこっちかな。いやでも悩ましい。こっちかな。私多分緑好きなんやろうなって思う。全部紹介したね。バキュン。やば可愛くない？やばくない？生まれてきてくれてありがとうって思う可愛さ。というわけで販売は11月13日に一部の商品先行販売で爆速配送するっていう日があるので、13日9時からと27日9時からの販売です。13日も27日も1時間前の8時からインスタライブで実際に来てみて、みんなの細かい質問とかに答えていくんで、それは見てください。というわけで11月13日と11月27日の本番の販売の2回です。あまり服私のタイプ違うわとか、あんま好きじゃないとか、もしまあもろもろのいろんな事情があって今回買えませんっていう人だとしても、楽しんでもらえるインスタライブにしたいなって思ってて、なんかワクワクを届けるっていうのが私お洋服もそうやけど大前提に私のやりたいことやから、私のお洋服を実際に届ける、手に届くっていうの以外でもその過程でワクワク届けられたらいいなって思うんで、これからもどうぞご贔屓によろしくお願いいたします。ご贔屓にってどういう意味なんやろうな。バキュン。それじゃあみんな、結構長い動画になったと思うんですけど、最後まで見てくれてありがとうございました。ほんまに我が子のように持って作ったお洋服たちが実際のみんなに、みんなの手に届いて着てもらって、それをその日が来ることがすごい楽しみです。ということで、今年の冬はみんなに心も体も温かくワクワクウキウキできるような冬をお届けできたらなと思います。はい、じゃあ次の動画も見てね。じゃあねー。バキュン。